皆さんこんにちは、ランママです。今回はお正月の残りの食材で簡単フリッターを作っていきたいと思います。長芋の皮をむき、食べやすい大きさに切り、小指と混ぜ合わせておきます。この小指はお餅に絡めて食べるのがこちらの風物でもあります。こちらの3つをフリッターにしていきましょう。ボウルに小麦粉と片栗粉を混ぜ合わせ、炭酸水を加えたら泡立て器でしっかり混ぜ合わせましょう。お正月料理の余ったもので作るフリッターはいかがですか？今回はきんぴらごぼう、ひたし豆、小エビをアレンジしていますが、味のついたものをフリッターにするため、揚げたままを何もつけずに美味しく食べることができます。特に残ってしんなりとしたきんぴらごぼうは、揚げることでサクッと食べることができ、また違った食感が楽しめます。この他に筑前煮の具材をフリッターにしてもおすすめなので、残って食べ飽きてしまった時にはぜひ試していただきたいと思います。それでは皆さん、
今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。